はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーズの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドウォーズ絶滅モード2024年10月28日の週ニューヨーク一面を攻略ということでね、今週も絶滅モードの攻略動画やっていきたいと思います。で、今週ハロウィンがありまして、ちょっと忙しくてね遅れてしまったんですけれども、まだ週末チャンスがありますので、クリアしてないという方もね、クリアしたという方もよかったら攻略の参考にしてみてください。で、ニューヨークはやっぱり 1,2,3 はねそこまで難しくないと思うんですよね。4面なんですよね。4面がやっぱりガチで難易度が高いところだと思うので、まあ4面もね攻略しておりますので 1,2,3,4 よかったら参考にしてみてください。で、1面はやっぱ最初の面というだけのことあって結構簡単なんですね。で、ソロでもいい線いけちゃったりするぐらい簡単なので、まあみんなねクリアしてるとは思うんですけれども、よかったらねこの機に攻略のおさらいということで見てみてください。で、最初はここで走ってフロアでゾンビを呼んで迎撃してっていうのもありなんだけれども、まあ静かに、基本静かに行った方が簡単です。で、私は今回ヘルレイザーでやってきました。ニューヨーク一面は特にヘルレイザー有効です。火力がね最初のホードと次のホードが重要になってくるので、でヘルレイザー一人いればもうほとんど全部やっつけちゃうみたいな勢いの火力を発揮できるので、まあ、ヘルレイザーやってきております。で、鉄板の爆撃ヘルレ構成ですね、あの強化グレポンを持ってボッコボコにするという感じになっております。で、スキルの構成とか見たければ、まあ、ノートにまとめておりますので、鉄板構成とかをねよかったら概要欄のリンクとかチェックしてみてください。で、まあ、こんな感じで丁寧に進んでいけばほぼノーダメージでホードも起こすことなく普通に来れると思います。で、走るとバーってゾンビ寄ってきちゃうので、走るのはあんまりおすすめしないですね。で、マスクがあるジョブ、ああいいのあったね、サンパーあったらすごく有効なので、サンパーは火力系の人に回してください。まあサポート系でもいいけど、ヘルレイザー、エクスターミネーターがいるんだったらその2人のどっちかに回した方がいいとは思います。バックとかは支援系に送ったらいいんだけど、誰も取らないというならもらっていきましょう。ここにも余ってるしね。で、このエレベーターの中にブルがかなりの高確率でいるんだけれども、今回いなかったけど、いるんだったらそのグレポンポンポンって2発撃てばやっつけられるので、まあそれでやっつけてすぐエレベーターに乗ればホードが起こるんだけれども、そのホードに会うことはないということになります。じゃなかったらまあみんなで適当にビリビリしびれさせたりしてブルやっつけてとか、静かにやっつけることも可能です。まあソロとかだったらそのグレポンポンポンって撃てばいいかなって感じなんだけど、で、この部屋に結構いろいろいいアイテムあったりするので探索をおすすめします。で、下に降りたらまずヘビーウェポンとかの位置を確認して、で、反対側の通路にはクリーパーがいること多いので気をつけてください。で、私はここですね、ここで迎撃したい人です。つうか、ここが本当おすすめかなと思います。橋の上は相当囲まれやすいので気をつけてください。で、特に今回サンパー持ってるので、こうやって出てくるシャッターを、このシャッター2つを燃やせばここがかなり強ポジになるので、ぜひね使ってみてください。で、ヘルレイザーだったらこの強化グレポンボーン全部全弾撃っちゃって構いません。それで下のホードは全部やっつけられます。で、あとは上から来るやつら、こいつらを迎撃することに集中してください。で、ここにいれば、まあ、橋の人たち今すごい大変なことになってて、あれ、あの状態になっちゃうと山を攻撃できなくなっちゃうんでね、そうすると上に登られてさらにゾンビに囲まれるという悪循環に陥るので、それぐらいだったら、あの私がいたところにいて、まあグレポンボンボコボンボコ打ったり、ロケランボンボコボンボコ打てば結構下の山はやっつけられちゃうという感じです。で、まあこれはいいとして、ここクリーパーいるので気をつけてください。で、まあこの辺までは特に皆さん問題ないですよね。で、今回特に3パーあったので、あのシャッターから出てくるやつらを3パーで抑えられるというのはね相当有利なんですね、今のところ。なので、ぜひね参考にしてみてください。で、あ、でグレポンあったら絶対ヘルレイザーに渡してください。で、ヘビーとかの位置を確認して、ここのホードは私はここをですね左側で迎撃したい人です。前に出すぎちゃうと、まあソロの場合なんだけど、ボットが前に出てっちゃうんですね。そうするとバーブドワイヤー有刺鉄線よりも前に出ていってしまうので、ソロでやる場合はそのもうちょっと引いて、私が今メディキットというかバンテージを置いたあたり、この辺で迎撃しないといけないんですね。この階段降りるとボットが前に行っちゃうんですね。なので、まあ今回ボットじゃないからいいんだけれども、で、両側にその有刺鉄線か電気柵を1個ずつ置けばゾンビはかなり抑えられるので、前にも後ろにも行けるようになるということなので、両側抑えた方がいいです。で、始まったらタイミングを見て、私の撃った車をまず爆発させて、あそこに火柱を立てて、で、
手前の車も爆破できるので爆破してください。でガンガンヘビーウェポン連射しないでポンポンって固まってるところに丁寧に撃ってってください。で後ろから来始めるので C4 を投げて集めて、でブルとかいたらグレポンでやっつけちゃってって感じですね。でグレポンを満タンのを持っていればヘルレだったら弾数足りるのでこうやって丁寧に山をやっつけていきます。で前をだいたいやっつけたんだったら前が強ポジに今度変わるので前に移動することを考えてみてください。でグレポンだいたい使い終わった頃には前はほとんどいなくなっているということになると思います。で後ろから来るやつらがまあ後ろの人たちを抑えればいいんだけれども、こうやって特殊がね結構苦戦すると思うので、まあそれでも大丈夫かな。ジャガーノートが来るとちょっと厄介だったりするんだけどね、まあなんとかなるかなという感じです。それでは行きましょう。 C4 とヘビーウェポンでほとんど迎撃可能です。だグレポンを、まあ、ヘルレーザーのパーク構成にもよるんだけれども強化グレポンを持ってるヘルレーザーに渡した方がいいと思います。マルチショットロケットランチャーもいいんだけれどもそれだけではホードは抑えきれないので、まあ火炎瓶エクスターミネーターとかだったら火炎瓶とか持ってプライマリーウェポン強武器を持って、まあ、前のホードをガンガン撃ちまくるという感じがいいとは思います。その他のジョブはねドローンマスターとかメディックももちろんいいし、まあ火力系は X でもいいしスラッシャーとかねあの最後の探索とかでも役に立つので、まあどのクラスでも得意なクラスで出てきてそのクラスのジョブをする仕事をするというのがいいんじゃないかなとは思います。でまあここでどんどん行って最悪こっちまで引いてきてあのホードがあったスーパーじゃないモールの中で戦ったりするというのも有効です。なのであっちにねバックとか置いといても結構役に立ったりすることあるので、まあでもそこまで行くときは本当最後の一人になっちゃって全滅必須みたいなところで戦わなきゃいけないみたいな感じなんだけど、ここですね、ここに一つは強ポジなので覚えておくといいでしょう。もうここは相変わらず強ポジですね。改札の方まで引いてゾンビをやり過ごすというのはありだと思います。ここは探索なんだけれども、まあ、各所に強ポジがあるのでそれをね覚えておきましょう。で探索終わったら強ポジに行ってとか、まず強ポジですね、まあ、ああいいのあったね。ああどうしよう、マルチバレルショットガンにしとこうかな。朝ショもいいけどね、私はこれで強ポジに行ってで迎撃して一段落ついたら探索してパッとスティービーに届けてでまた強ポジに移動するという感じを繰り返せばまあクリアできるかなと、どんなジョブでもクリアできるかなという印象です。もちろんマスキング系のを持ってるジョブでもいいし、まあ、私は一番最初ここをまずチェックしますね。でここに入れるんだったらこのドア両側閉めてしまえばどっちから来てもゾンビを抑えてくれるのでかなりの強ポジになります。多分このステージの中で一番の強ポジですね。このドアに挟まれたところ、ここのドアなぜかゾンビ破れないのでグリッチかもしれないんだけれども、まあ、修正入らないといいんだけどね、ここがかなりの強ポジです。どちらからでも抑えることができます。しかも何もしないでも入ってこれないので絶対大丈夫という場所になります。だソロでやってるときは今のところを拠点にすればボットが弾切れなしでどんどん迎撃してくれるので弾切れも心配ないということになるんですね。でそれを知ってる人はここにまず来るんだけど、あ来たね来たね、だからここでマルチの時はみんなが来れば、あーもし減ってるんだったら回復できるよ大丈夫なんという素早いフットワーク、何か拾ったね、何かあったのかな、一応回復するね。よかったまだ生きてたね、あよかった、いた、いや来たね、こんな感じで来始める、あらららら、まずいねまずいね、これは追っかけ回されてたこんな感じで来るんだったらドアを閉めるというのをね忘れないようにしましょう。で迎撃するのはいいんだけれども弾切れに気をつけてください。で3パー持ってるので燃やしておきましょうね一応。でここは本当みんながレディーになってから開けましょう。でちょっとでも外でゾンビの声がしてるんだったら開けた途端ここ囲まれちゃうので、まあ、最初はとにかく収まるまではここでおとなしく迎撃しましょう。こっちでなんかあの外で1人戦ってたけどやられたみたいな感じで言ってたのでごめん助けに行けなかったとか言っておきましょう。でバババッと打ってこんな感じでね弾切れだけここは気をつけないといけません。特にマルチの場合はあのさっき言ったボットの無限玉戦法を使えないので、で準備ができたらパッと開けてさっと届けると。でソロだった場合は今のところに戻れば2つ目を回収しながらもう大抵ゾンビ湧くので強ポジで迎撃できるということになります。で 2つ目は私はこのドア進めたいです。ここは入ったらほぼ確でゾンビがバーッと2階から湧いてくるので
すぐに出てください。じゃないとここに閉じ込められることになります。ほら出てきたでしょ、ここから出てくるので、パッと取ってパッて出てくる部分にはソロだったとしてもボットもギリギリ間に合うぐらい出てこれるので、時間は一応あるので出てきてください。でここですね、2階のこの通路、ここで迎撃することをお勧めします。ここはもしもうダメだってなったら飛び降りることができるので、ゾンビをかなり遠回りさせることができるんですね。なのでブルだジャガーノートだ、いややばいってなったらもうここから降りちゃって、ここですね、で終わったらすぐここから届けられるので届けてしまいましょう。で弾を補充して次の強ポジへ向かいます。あでこれあったらもらっとこうね。で次は私はこの辺、ここか薬局ですね、このコンビニか薬局をおすすめするんだけど、もしゾンビがわーって湧く声がしたらやめてこっちの改札の方に強ポジに移動してください。今みたいにボマーとかすごい距離で来てたりするので、で湧き方が変わって少しこっちの改札の方からも来ることあるんだけれども、まあそれでも大した数来ないので、ここですね、ここで迎撃するということになります。だ今みたいにこっち側の強ポジは一つ、ここ改札のところということになっていて、でみんなやられちゃってスクリーマーとか湧いてるとすごい数来てもう弾切れになっちゃって迎撃しきれないということになるんだけど、そしたらもうさっきの改札出ちゃって地上に上がってフォードのところですよね、フォードのところの弾のところまで戻っちゃって迎撃するというのもありです。それぐらい移動してればなんとかなるんだけど、まあでも上からもね湧き始めちゃうようになってるので気をつけてください。結構チャレンジですねでも弾がなくてここで自利品になるよりはいいかと思います。そしたらこの上のさっきのところ一回迎撃ちゃんとしたら入ってって、ここにほぼ確でバックがあるので、まあフィクサーとかだったらこれで補充してバーンってマスクかけてとかそういうことができますね。まあマスクはあそこは期待していいんじゃないかなという感じです。でまた届けて、あと2つだね。私はこの手前のところとか奥深いところはなるべく行かないようにしております。なるべく奥が少ないところに入ってパッて取ってすぐ出ちゃうということにして、ホードをやり過ごしちゃうという戦法を取ってますね。こんな感じで必ず入ると出れないようにホードが湧くようになってるんですね。なので浅いところだったらそれでもこうやって出てこれるので、出てきちゃった方がまあ楽かなという感じですね。そうじゃないんだったらもうちゃんと奥に入って迎撃するというのが重要だとは思います。こうやって特殊部隊とか来られるとね、本当身動き取れないみたいになっちゃうので気をつけてください。スクリーマー湧いた、 OK。 でもう一つ強ポジまで行かないんだけれども、どうしても今行ったところにたどり着けないというのであれば、この電車の上、その改札の方の電車の上に上がると結構ゾンビ来にくくなるし迎撃するしやすくなるので、この電車の上もおすすめです。でまああと1個だけど、この奥だね、奥に2人入ってったので2人以上入る必要はないので、外でその何かあった時に対処できるように入り口をね守っているというのも重要です。まあこんな感じで簡単にクリアということになります。まあ一面ですからね、みんな攻略法なくてもクリアできると思うんだけども、まあ私の言った解説、強ポジだよね、強ポジの場所とかね、よかったら参考にしてみてください。もしね皆さんも強ポジ他にも知ってるよとかあったらね、ぜひ教えてください。まあそんな感じとなっております。で今日からエンディングで私の作ったワールドボーゼットのファンソング入れておきましたのでね、皆様ぜひお楽しみください。ゾンビの影が迫る、アップできても仲間外れ、エイジ強なそこにあって、まぶたを閉じるチームを組んで立ち向かえ、生き残るため戦うんだ。仕掛けゾンビの波を食い止めろ、最高難易度にサイレンサーらしい、エリアの外で倒れる仲間、スナイパーの一発決める瞬間、なぜか裸のラッカー、希望をつなげ進み続けろ。WaterWars 逃げる時間はない、戦い立ち向かい恐怖を乗り越え
は消えない。緑のモクモクブースター、部屋にこもれば弾ま、仲間と共に立ち上がれ。ジャカロートに接近戦する仲間、この戦い負けられない。ワールドウォー、逃げる時間はない、戦い立ち向かえ。